どうも、ショッピーです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画では、好きな分野だからこそ気持ちのいい、なんか自分のベストなアイテムたちで囲まれたくなるよねっていう、そんな動画になります。そんなかっこつけたことじゃないですけども、とりあえずそういうことが伝えたい動画になるかなというふうに思いますので、皆さん今回もリラックスしてご覧ください。それではどうぞ。今仕事が軽く終わりまして、終わったといっても、結局そのまた次から次へとやりたいこと出てくるわけなんですけども、とりあえず今やりたいこと、やるべきことっていうのは終わりました。僕は今までこのスマホと、あとパソコンですね、この2台を使っていました。今年の正月、年末と正月にかけて実家に帰った時に、妹からですね、これいらないから使うみたいな感じでこうもらったんですよ。いらないものをもらって、僕もいらないってなったら、じゃあ視聴者に方にプレゼントみたいなことをやってたんですけど、これに関しては、絶対プレゼントはできないということで、もう使いたいんで。今まではこれでも仕事もできていたし、スマホ1台でライブ配信とかってやっていたんですけど、今ライブ配信やるときはこのインカメですし、家の中でネットサーフィンするってなった場合はこれか、あとベッドの上ではこれだったりしますし、カフェに行ってもこれがあれば、こっち使わないですよ。全然使わないです。じゃあ今これで何をやってるのかっていうと、電話と LINE 以上なんですよね。なのでこれいらなくねっていう、いらなくはないんですけど、点である必要は全くないと。で、僕はその普段だったら迷ったら捨てとか言ってやってるんですけど、これに関しては捨てるのはもったいなさすぎるということで、これは迷ったら出品っていうことをやりました。はい、ヤフオクに出品をしました。で、売れたらそのタイミングで手放し時だなっていうふうに、判断して、やろうということで出品しました。そしたらですね、出品して4時間後にもう売れちゃいました。はい、安すぎたかななんていうふうに思ったんですけども、じゃあもうこれは手放し時だなということで、今日はそれを手放して、で、新しい iPhone をゲットしてみたいなことをやっていきたいと思います。今こちらの iPhone をパソコンにバックアップしています。 iCloud に入って、 iCloud に紐付けてあるこの iPhone を削除します。全てのコンテンツ設定を消去。はい、 iPhone を消去、 iPhone を消去。一度入れたものはボロボロになって、お役目ごめんになるまで使い倒そうっていうふうにシェアをしました。なんですけども、なんか好きだからこそ自分にとってのベストは何かっていうのを追求したくなるんでしょうね。なんか綺麗にまとめましたけども。お願いします。何分ですか？中野に着きました。いやー、めちゃくちゃいい天気ですね。しかも風も、風はちょっと強くて、風は冷たいんですけど、ただちょっと動くともう汗がじんわり出てくるぐらいすごく暖かいです。3月4月の春一番ですかっていう風に勘違いするぐらいの気候ですね。はい、なので本当に今年の冬は暖冬なんだなって感じます。じゃあ今から中野で、ちょっとサクッと仕事していきます。はい、仕事終わったので次の場所に向かいます。はい、秋葉原に着きました。はい、じゃあ今から仕事しながら iPhone 探しながらやっていきます。うん、美味しかったです。よし、じゃあ次は髪を切りに行ってきます。もうめっちゃ伸びちゃったんで、って言っても髪の毛も断捨離はしないので安心してください。じゃあここで切ってきます。はい、だいぶさっぱりしてきました。はい、いかがでしょうか。じゃあ今から、イカに借ります。はい、ということで帰りました。今もう6時になりかけてるんですけども、なんだかんだ歩きましたね。はい、ということで疲れました。じゃあちょっと撮影をする前に次の仕事に、取り掛かりたいので、じゃあまた後でお会いしましょう。はい、終わりましたと、終わったというか一区切りついたっていう感じなんですけども、先ほどの続きですね。で、これを買ってきましたっていうことなんですけども、今回買ってきたのは
こちらです、こちらは iPhone7 です。プラスではなくてもう7ノーマルなんですけども、でなんでこれにしたのかっていうことなんですけども、これは電話と LINE とあとあのプログラムでのんびりミリオネアってことをやってるので、それのメンバーさんたちとコミュニケーションを取ったりっていうことですね。もう本当連絡手段って感じなんですよ。なんか調べ物をするときは iPad で、がっつり仕事するってなったときは家の中でパソコンっていう、まあそんな感じなんですね。なので正直スマートフォンにはあまりこう性能とかスペックとかっていうのはもう全然価値を置いてません。むしろそれよりも軽くてコンパクトっていうところに重きを置いていました。じゃあ Android でいいじゃないですかっていうふうに思う人もいると思うんですけども、 Apple で共通というか統一させておくとバックアップも楽ですし、このデータ通信のその連携も楽ですしということなので、まあ、今回 iPhone の中で軽くて、でまああとはあの防水機能がある7、これをちょっと選んでいました。ちょっと今実物がないので比較はできないんですけども、やっぱり10よりも7の方が圧倒的に軽いです。あの10の場合はなんかポケットだったり入れるとズシっていう感じがするんですけど、これはもうポケットに入れたことすら忘れるぐらい薄くて軽いです。10から比べたら何世代前だよっていうぐらい、ちょっと2年ぐらい古いんですかねこれは、なんですけども全然ストレスかないです。ストレスなく使えてます、うん、でもこういろんなスマートフォンとか見ている中でこのニッチフォンっていうのがあって、なんかもう電話機能だけただめちゃくちゃ軽くて薄いくてコンパクトってやつがあって、もう正直それ悩みました。おおこれいいじゃんみたいな、電話だけの機能いいじゃんっていうふうに思ったんですけど、さすがに LINE だったりチャットワークができないと僕の中ではこう死活問題だったりするので、さすがにそれはやめました。それではオフライン行きます。もう気持ちいい。はい、ということで今9時の51分ですね。そろそろ音声収録が始まりますので準備します。これどういう質問になったらその瀬戸さんが進化したなっていうふうに取れるんでしょうか。はい、ありがとうございました。はい、終わりました。今0時13分です。なんか前回よりかはあんまり疲れはないですね。はい、まあよかったですけども、はい、ということで、まあ、0時過ぎましたので明日のために寝ます。それではおやすみなさい。はい、おはようございます。翌朝の4時27分8分になりました。はい、じゃあ今から早速なんですけども、ある場所に向かいます。ということで空港に着きました。で、せっかくならこう展望デッキに上がってそのいい背景でちょっとお届けしたかったりもしたんですけども、その今5時45分でそのデッキが開くのが6時半なんですね。なのでまだデッキ開いてません。はい、で、実はまあこの後のその約束で待ち合わせもめちゃくちゃ時間が後なんですよ。もうお昼ぐらいの待ち合わせだったりするんで、全然早く来すぎた気はするんですけども、まあ、でもこういうところってその、まあ、用事がないと来れるようなところではないので、まあ、せっかくならここの空港でゆっくり仕事などしていきたいと思います。